はい、レオンチャンネルです。本日紹介するのはこちら、ガシャポン妖怪ウォッチ妖怪スイングです。はい、妖怪ウォッチ系初のスイング商品ですね。1回200円で全5種類、ラインナップはこんな感じです。ノガッパ、人面犬、コマさん、ウィスパー、ジバニャン。妖怪ウォッチはこういう感じの商品も展開するんですね。発売したばかりなんですけど、人気でガシャポンマシンの中に4つしか入ってませんでした。なので今回は4回回してきました。では4つ一気に開封します。このラインナップだったらウィスパーが欲しいですね。ではウィスパーを狙って、まずは一つ目。お、いきなりウィスパーじゃないですか。あーだ、コマさんですね。白いからウィスパーかと思いました。はい、コマさん、かわいいっすね。ゲームのイベントでもコマさんはかわいいんですよね。後ろに風呂敷持ってます。想像以上に結構ちゃんと塗装してありますね。ただスイング本体以外には何も付属しないので、妖怪大辞典に登録できたりとかはしないみたいですね。よっと。ウィスパー、ウィスパー。お、あはー、ジバニャンだ。まあ、一応ジバニャンもテレビだとメインキャラクターですからね。僕のパーティーにはいません。はい、ジバニャン。これも完成度高いですね。ちょっとマットなカラーのジバニャンです。ジバニャンもなかなかいいですね。かわいい。では3つ目。ウィスパーが欲しい。5種類ですからね。4つ開封すれば1個くらいは出るでしょう。よっと。なんだ？あはー、ノガッパね。はい、3つ目はノガッパでした。ちゃんと水筒持ってますね。かわいいかわいい。後ろもちゃんと甲羅があります。上もお皿になってますね。このシリーズは、ほんと200円の割にどれも完成度が高いですね。あと出てないのはウィスパーと人面犬。では最後4つ目。ウィスパー、ウィスパーお願いします。人面犬、人面犬か。まあでもアニメで活躍してますもんね。はい、人面犬出ました。人面犬チクショーってやつですね。それでも完成度が高いです。ちなみに人面犬は顔がおっさんで体が犬ですけど、不気味系でイケメン犬っていう顔がイケメンの妖怪もいます。妖怪ウォッチの妖怪は基本何でもありですからね。ということで4回やって奇跡的に被らなかったんですけど、このクオリティだったらウィスパー欲しかったな。ちなみにサイズ感はこのメダルの絵とちょうど同じぐらいです。はい、ということでガシャポン妖怪ウォッチ妖怪スイングを紹介しました。ほんと最近のガシャポンは1回200円でもなかなかのクオリティですよね。まあ、本当はウィスパーが欲しかったので、もしまだ店頭に残ってればまた挑戦するかもしれません。以上、ガシャポン妖怪ウォッチ妖怪スイング01の紹介でした。